ですね、頭の上にございます。今ね、見えているところが鼻の穴ですね。でそこには今蓋が1個だけあるように見えますけれども、そこが開くとですね、ちゃんと鼻の穴はね、特に2個ちゃんとございます。でこちらがお腹側ですね。僕たち同じ哺乳類です。なのでちゃんとね、おへそもちゃんとあります。体の真ん中にはおへそがあります。お母さんのお腹の中にいるときはちゃんとへその方でね、お母さんと繋がっている、そういう生き物になります。ね、体のサイズの違いがよくわかりますよね。レイラちゃんの方が大人のイルカ、テイルムちゃんの方が子どものイルカですので、非常にね、小柄だということがよくわかります。もう一種類レイラちゃんが助走をつけてジャンプを見せてくれます。またプールの中あたりご覧ください。よいしょー、もう帰きますよー。いきます。すごい。バックダイブというね。